はい、今回紹介するのは、こちらのパタゴニアの6パネルキャップですね。はい、まあ、結構よくある形のキャップなんですけれども、何が良くて買ったかと言いますと、形ですね。まあ、自分の顔の形に合うんじゃないかということで買って、実際かぶったところ、やはり、なんだろう、以前まで、このキャップ、カーハートのこのキャップかぶってたんですけど、これがちょっとあんま自分の顔に合わなくて、っていうのもなんかこう、なんだろうな、こう横幅がこう、狭い感じと、あとツバが長い感じがあまり自分には合わなかったんです。デザイン的にはめちゃくちゃいいんですよ、このモノトーンな感じね。これもめっちゃ気に入ってるんですけど、あのマスクをしてだったら似合う。もうほぼ見えないからね、顔が。で、今回こちらのちょっとね、横幅がありまして、ツバがね結構短めなんですよ。このカーハートと比べると結構わかりやすいと思うんですけど、だいぶ短いよね、こう比べると。こっちの方が自分の顔には合うことが判明したので、こちらを購入しました。で、素材的には一応コットン 100% なんだったかな、オーガニックコットンっていうんですかね、なんかリサイクル素材というか、そんな素材を使ってて、結構もうなんだろう、新品なのにちょっと経年変化してるような、ちょっとマットな質感で、おそらく被り続けるともっと経年変化を楽しめるような素材になってるのかなと思います。一応あの概要欄にブログを貼っていくので、ちょっとなぜ今回パタゴニアのキャップを購入したかっていうなんか理由とかも載せとくんで、ちょっとそちらを詳しく見たい方はご覧ください。で、キャップの話をついでにすると、自分基本的にあんまキャップは被りたくなくて、で、なんで買ったかというと、あれなんですよね、その前髪が伸びてくると、もうどう頑張ってもこうセットしてもこう降りてきちゃう時とかめちゃくちゃうざったいじゃないですか。そういう時になったら自分はキャップを被るんですけども、まあでもなるべく被りたくないと。ただその前髪のうざさよりも、なんだろう、キャップのうざさが勝った、違う、逆か。キャップのうざさよりも前髪のうざさが勝ってしまった時は、もうキャップでこう前髪をこう、なんだろう、降りてこないようにこうパッとまとめてこう被っちゃうっていうことで、キャップをよく被ってますね。はい。まあ、髪切れよって話なんですけども、なんかね、こう髪を切りに行くっていう行為がめちゃくちゃめんどくさがり屋なんで、なんだろう、できればこう伸びてきて、なんだろう、前髪も分けられるなら分けて、なんとか行く回数を減らしたいっていう感じで、そういう時にこうキャップが活躍するといった感じです。はい。で、マスクをしてる時だったら割とどんなキャップでも、まあ、みんなこうほぼ顔が見えないんで似合うですけど、やっぱマスクをね結構最近外す方も増えてきて、なんだろうな、マスクをしてる方がちょっとんっていうなるような環境にもなりつつあるので、ちょっとなるべくこう顔をさらけ出した時にも似合うようなキャップを探していたら、このパタゴニアのキャップをね見つけたので購入しました。他にもちょっと理由があったりもするんですけども、そちらブログでチェックしていただいて。で、形がねめちゃめちゃいいっすね、この帽子、マジで。なので、なんだろう、ちょっと、なんだろうな、ちょっと横に広がった帽子、結構面長の方とか、卵型の顔の方は、結構こういう帽子の方が多分似合うんじゃないかなと思うので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ってな感じで、今愛用しているキャップの紹介でした。ご視聴ありがとうございます。